とうございました。それではですね、あと5分ほどになってしまいましたけれども、最後、まとめのセッションといたしまして、私から一つですね、パネリストの先生方に、お伺いしたいことがございます。今後ですね、どういったことをコーラスに期待するかという観点から、お一言ずつですね、それぞれの立場でコメントをお願いできればと思います。特に期待をするということですね。それでは、中島先生、お願いいたします。そうですね。発表の中でいろいろ注文を申し上げてしまったので、これ以上ということでもないのですけれども、申し上げた通り、データの精度の向上、網羅性の向上とともにですね、新しい注文をするのであれば、日本ではまだ JST だけがこの取り組みにファンディングエージェンシーとしては参加していますけれども、海外の米国を中心とした FA がたくさん参加されていますので、その取り組みも共有いただくですとか、私どもの推進に参考になる取り組みがあれば、それを共有いただくですとか、そういったコミュニティを拡大していただくとか、そういったことをしていただけるとより良いかというふうに希望しています。以上です。はい、ありがとうございました。それでは竹内先生、お願いいたします。はい、先ほどの中島さんのコメントと若干かぶりますけれども、私は日本国内のファンディングエージェンシーの参加をぜひお願いをしたいと思います。で、ここ10年ぐらい、学術情報流通の中で、ファンディングエージェンシーが非常に重要なステークホルダーとなってきた。これはもう全く新しい動きだと思いますけれども、それを、彼らが本当に機能していくために、学術情報流通の中で機能していくために、ぜひこのコーラスのプロジェクトにご参加をお願いしたい。それに働きかけをコーラスの方からお願いをしたいと感じております。以上です。はい、ありがとうございました。それでは、大橋先生、お願いいたします。大橋です。そうですね、私の方はどちらかというと、現場で実際にその基幹リポジトリを運用する側ということもありますので、できるだけ、なんて言うんでしょうかね、テンポラリーに情報を提供していっていただくというところと、あとやはり正確性、それから網羅性といったようなところを、精度を上げて言っていただけると、もっとコーラスを活用できるようになるかなと考えています。以上です。なるほど、どうもありがとうございました。それでは、最後に、谷口先生、お願いいたします。私からは、ぜひ、いろいろなデータを、取ってみれるという挑戦的なアプリケーションをいろいろトライしていただきたいと思います。なので、正解は使ってみると分かるものなので、そのためにはこういうデータも、ああいうこともできるよという提案をいろいろ出していただくようなコミュニティになっていくといいなというふうに思っています。なるほど。以上です。はい、ありがとうございました。以上を受けまして、マシュー・ソルターさん、コーラスの立場でお一言お願いをいたします。マシューさん、いかがでしありがょとうございます。はい、ありがとうございます。今日は本当にこの、パネルに参加することできまして、本当に心から感謝しておりまして、プレゼンテーションの中でもさっきパネルのメンバーからのコメントをいただきましてですね、非常に将来にたくさん新しいプロジェクト、新しい機能をつけるアイデアもいただきまして、本当に非常に貴重な機会でありまして、で、日本語ですね、日本の JST から始めてですね、千葉大学などの、パートナーとですね、本当にそれこの関係はコーラスにとって非常に重要なパートナーシップでありまして、これからにさらに深くなって、さらにいろんなところから非常に面白い、エクサイトするアイディアをいただいて、コーラスのサービスをさらに向上することができることを、これから持ち帰れて、来年から、今からも来年からも、
世界的にですね、本当にできるレベルそのサービスを提供することができますように頑張りたいと思います。だから皆様に本当に感謝したいと思います。はい、ありがとうございました。それでは以上で本日のセッションを終了いたします。最後にいくつかご案内を申し上げます。本日使いました資料については、公開可能なものにつきましては、後日コーラスのホームページで公開いたしますので、しばらくお待ちいただければと思います。それから、参加者の皆様にはこの後、アンケートのご案内をメールでお送りいたします。で、それにお答えいただきたいのとですね、本日はご質問をし損ねたという方、もしくは質問したけど答えは得ていないという方はですね、そちらにも、記載いただけるとよろしいかと思います。はい、それでは以上でございます。それでは本日は誠にありがとうございました。以上で終了いたします。